にちは、マランです。今日は夏にぴったりのこういったジャラジャラしたタイプのピアスを作ってみたいと思います。ピンク系だけど大人っぽくって華やかな仕上がりになったので、ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、ビトラーユの着色剤、ホワイト、オールドピンク、パルマ、クリムソン、この4色を使っていきます。そしてワイヤーは24ゲージのゴールドのもの、装飾としてパールのビーズと、あとカットが入っているゴールドのビーズとスパンコールを使います。以前涙型のパーツを作ったんですけど、これの作り方とほぼ似ています。ワイヤーを9センチくらいにカットしました。今日はこのワイヤーをマニキュアのこのキャップ部分の丸に沿わせて曲線を作っていきたいと思います。真ん中を親指で押さえて曲線を作っていきます。で、ここのクロスしている部分で一度ねじります。そうするとこんな感じで丸が取れます。で、このクロスしている部分をちょっとこう潰して平らにします。で、片方を7ミリぐらいにカットして丸やっとこう使って丸めていきます。そうするとこんな風に小さな丸ができて、その先っぽが少し下に伸びています。で、あとはこっちの長いワイヤーをここに 2,3 回巻きつけていきます。ここもしすごい気になる方は切ってもいいと思います。で、さっきここのカットした部分をペンチで潰してならします。で、上から見るとちょっとワイヤーが波打ってるので、これを平らに直します。これでパーツが完成です。
というわけで今回はピンク系をたっぷり使ったパーツが出来上がりました。同じ着色剤も薄い色と濃い色を作ることで全く別の色味が出来上がりました。このパーツと一緒に今日はパールとゴールドのカットビーズとスパンコールを一緒にこのフープの金具に組み合わせていきたいと思います。この金具は片方が固定されていて、片方がこんな風に取り外せるようになってます。最後の仕上げにこの金具の部分を取れないように接着剤やレジンで固めておくといいと思います。というわけでピアスが完成しました。今回はたくさんのピンク系の色を作ってジャラジャラピアスを作ってみました。普段大ぶりのピアスをつけない方はちょっと大きいなと思うかもしれないんですけど、このフープがちょっと大きいのでそこプラスこの下にこう垂れ下がる感じになるのでさらにちょっと大きく見えるかもしれません。この何とも言えないジャラジャラした音が私はすごい大好きで、ジャラジャラ系のピアスってよく買ったりも、あと自分で作ったりもします。ちょっとデザイン的に派手だなって思う方はこのフープに一緒に通したこのスパンコールやゴールドのカットの入ったビーズ、これも結構華やかになってるので、もしもっとシンプルめがいい方はこの中に一緒に通すものを別のものにしてみてもいいと思います。でこのパーツがシンプルだけどとても可愛いので、この1個だけを耳につけてこう揺らしてあげるだけでも可愛いかなと思います。というわけで今回は夏におすすめのジャラジャラピアスでした。こういったピアスを好きな方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日も可愛いピアスを作るのでぜひぜひご覧ください。ありがとうございました。